ポテトパンケーキは、すりおろしたじゃがいもの生地を、フライパンや鉄板で焼いた料理。じゃがいもはすりおろす以外にみじん切りにされる場合や、千切りにされる場合もあり、千切りで作る場合は、ハッシュドポテトに似たものになる。冷めた、マッシュポテトで作られることもあるが、この場合の食感は焼いたコロッケに似る。 生地につなぎとして、鶏卵や小麦粉、また調味料として、ナツメグ等の香辛料や食塩を入れるなど、様々なバリエーションが存在する。カルトフェルプファーポテトパンケーキは、北欧、東欧で広く食べられている料理である。カキのほかラトビア、フィンランドにも様々なポテトパンケーキが存在する。現代北米で見られる。 ポテトパンケーキはヨーロッパ系移民の伝統的なポテトパンケーキが元になっている。リーベク編ポーランドの北西部では様々な味付けをされたポテトパンケーキが食べられている。例えば、ポーランド語で言うハンガリーのポテトパンケーキはスパイスを効かせたグヤーシュ、ポゴ、グラス、グラーシュ、牛肉の煮物を添えたものである。ありがとうございます。